簡単携帯ソフトバンク 831N は日本電機が開発、製造したソフトバンクモバイルの第三世代携帯電話端末である。ソフトバンクでは珍しく発売後に簡単携帯という長この端末に付けられた NTT ドコモの N-05A の姉妹機種である。メニューの全領域が拡大文字に対応。さらにピックと表示。 機能メニューソフトキーも拡大表示される。また、サブ画面も1.6インチと大きく、時計表示なども大きな文字で表示される。さらに、メインカメラのズーム機能を利用した、携帯ルーペを搭載しており、時刻表や新聞などの細かい文字を読むときに、ルーペ代わりに使用できる。ワンタッチオープンを搭載しており、着信時に通話を開始したり、メールや、 不在着信があった時には、メール内容や相手先の情報を確認することができる。また、大きなキーサイズ、デカバイブなど使いやすさに配慮されている。また、ソフトバンクモバイル発の緊急地震速報を知らせる、機能のある端末である。しかし、発売から約1年半後に、東日本大震災が発生するまで新たな対応機種は発売されず、問題視された。 その後、スマートフォンが順次対応していったほか、事実上の後継機種であるソフトバンク 840N がアップデートにより対応した。ありがとうございます。